ティボリはイタリア共和国ラツヨ州ローマ県にある都市で、その周辺地域を含む人口約5万6千人の基礎自治体。ローマの東約30キロメートルに位置する。古代ローマ時代から保養地として知られ、ハドリアヌステイや多くの貴族たちによって別荘が営まれた。ビッテアデステ飛び打ったアドリアーナの二つがユネスコの世界遺産に登録されている。また、 多くの芸術家によって、この地を題材にした作品が作られている。日本語文献では、チボリなどの表記もされる。イタリア語での発音は、ティーボリが近いが、ティボリのほか、チボリ、ティボリなどと表記されることも多い。ローマ県東部に位置するコーネで、ローマ中心部の東北東、約2 8トルに位置する。フロジノーネからは北西へ。 約5 8ル、ラクイナからは南西へ、約6 6トルの距離にある。隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは、以下の通り、市内をアニエーネ川が流れる。ラテン語で、アニオ川と呼ばれた。この川は、テベレ川の支流の一つであり、古代ローマの水道の水源として利用された。アニエーネ川の滝の継承は、ィボリを有名なものにしている。 ローマと周辺の都市古代ローマの文筆家、ガイウス・ユリウス・ソリヌスは、マルクス・ポルキウス家とケンソリウスの散逸した著作から、ティボリの創設に関わる以下のような記述を引用している。ティブルの町は、アムピアラーオスの子、カティルスによって創設された。彼は、定売での虐殺を逃れて、ここへやってきたのである。カティルスと三人の息子たち、ティブルトゥス、コラス、 そして父と同盟のカティルスらは、アニエネ大地からシュケル人を追放し、ティブルトゥスの名にちなみ町をティブルと名付けた。ベルギリウスは、アイネースの中で、コラスとカティルスの兄弟をトゥルヌス王を助けるティブル出身の軍事指導者として描いた。歴史的根拠によると、ティブルはむしろアルバロンガの植民都市であった。この一帯にある定住地の歴史的な痕跡は、 紀元前13世紀に遡る。エトロリア時代のティブルは、サビニ人の都市で、シビュラが定住していた。滝の上には二つの小神殿があり、伝統的なロトゥンダの神殿には、女神、ウェスタを祀っていた。長方形の神殿には、マルクス・テレンティウス・ワロが、アルブネアと呼んだ巫女が祀られていた。近くの森には、ファウノスの神聖な森があった。古代ローマ時代のティブルは、 その重要性を保った。アブルッツェへ向かうアペニン山脈の山岳地帯を縦断しなければならなかったローマ人たちが必ず通る途上にあった。アブルッツォには古代ローマの宿敵であったサビニ人、ウォルス貴族、サムニウム人が住んでいた。ウェスタ神殿を望む風景、アダム・エルスハイマーが17世紀初期はローマの独立した同盟都市としてティブルは 紀元前361年にガリア人と同盟した。この時代の防御壁が痕跡として残っている。しかし、紀元前338年、ティブルはローマに敗退し併合された。その後はローマの同盟誌であったが、同盟誌戦争を経て、ティブルは紀元前90年にローマ市民権を獲得し、その美しさと良質の水資源からリゾート地となり、 多くのローマ人別荘が建てられて華やかであった。最も有名な別荘の一つが遺跡の残るビッラ・アドリアーナである。また、ローマ帝国初代皇帝アウグストスとその腹心であったガイウス・マイケナスは共にティブルに別荘を所有していた。マイケナスより援助を得ていた詩人ホラティウスは、こじんまりとした別荘を構えていた。彼とガイウス・ワレリウス・カトゥルス、スタティウスは、 全員それぞれの詩の中で、ティブルについて言及している。273年にローマとの戦争に敗れて、捕虜となったパルミラ帝国のゼノビアは、アウレリアヌスミカドによってこの地に住居を当てがわれていた。2世紀のヘラクレス神殿が現在発掘されている。現在のディアッツァデルドオモは、ローマ時代の公共広場の上にある。ビラデ・マイシーナス・スミットデンはサーフォーラン・インティボリ。 ティブルのマイケナスベス層、ドイツ人画家ヤコブ・フィリップ・ハッケル。しかし、住民は、今も、自分たちを、ティブルティーニと呼び、ティボレージとは呼ばない。547年、ゴート戦争の過程で、死は、東ローマ帝国の将軍、ベリサリウスによって防備された。しかし、後に、東ゴートをトーティラ軍によって破壊された。戦後は、東ローマ従属の国となり、後に、 強行領に加えられた。イタリアがカール大帝に征服された後、ティボリは皇帝の代理人である伯爵の領土となった。10世紀以降のティボリは選挙制の失勢に収められる独立したコムーネとして、冷落した中央ラツヨを勢力下に置く戦いにおいて、ローマの恐るべき競争相手となっていた。神聖ローマ皇帝夫を三世はせに一年にティボリを征服し、 強行量のもとに置かれた。しかし、ティボリは15世紀まで自治同様の状態を維持していた。都市の強力さを象徴するのは、アレンゴ城、トーレデルコムーネ、サンミケーレ教会などこの時代に建てられた建造物である。同様に新たな死壁が増加する人口によって拡張された。コムーネ内部の激動の塊には、現在も見られる塔のある地、ビコロ、デーフェィ、ビアポステラ、 ビア、デルセミナリオ、ビアデルコンレなどがある。13世紀、ローマの立法機関は、ティボリ氏に兆候を課し、地元出身の失政と共に連合した上で、死を治める伯爵を任命する権利を与えた。14世紀、ティボリは、ゲルフ川について、対立強行クレーメンス7世に対抗する、ウルバノス6世を強力に支援した。ナポリオー・ラディズラーを1世は、有名なコンドティエーレの、 ブラッチョダ・モントーネと同様、二度ティボリから反撃された。ピュース二世によって1461年に建てられたロッカ・ピーア城ルーネサンスの間、教皇とスイキ教らは、ローマへの自らの華やかな計画に限界を設けず、ティボリにも自身の邸宅を建てた。1461年、ピュース二世はどっしりとしたロッカ・ピーア城を建てた。常に創造しい民衆から己を守るためであり、 ここに永久不滅の教皇の権力の象徴として示したのだった。16世紀からティボリにはさらに別荘建設が進められた。最も有名な別荘は1549年にピロリゴーリオが一方里と二世デステ数奇鏡のため建て始めたビラデステである。後期マニエリスムの有名な画家リビオ・アグレスティ、タッテオ・ツッカリ兄弟の手による フレスコ画で豊富に装飾されていた。1527年、ティボリは神聖ローマ皇帝カール五世とコロンナ家の支持者らに略奪を受け、この攻撃の最中に重要な芸術作品が破壊された。1557年、再びティボリは教皇パウルス四世との戦いに臨んでいたアルバコウ、フェルナンドアルバレスデトレドに占領され、1744年には、 オーストリア軍に占領された。1835年、教皇グレゴリウス14世はビルラー・グレゴリアーナを建てた。アニエーゼの滝周囲を中心とする別荘施設である。これらはモンテカティッドの中のトンネルを通って作られた。1944年、ティボリは連合国側の空爆で甚大な被害を受け、イエズスカイ派教会の全体を破壊された。ティボリの名声は、 洗練されたリゾート地として国内外に知れ渡っている。広域行政組織である山岳部共同体、モンティサビニティブルティーニコルニコラニエプレネスティーニ山岳部共同体の事務所所在地であるが、ティボリはこの山岳部共同体には含まれない。以下のコムーネが含まれる。ティボリには以下の分離集落がある。成分が沈殿して生成される。平行な 島上の最高を持つ緻密な白い石材の生産で知られる。チボリ産のものは特にトラベルティーノ・ロマーノという石材名で有名であり、古代ローマの建築物に使用されてきた。トラベルティーノという名は、ラテン語でチボリの石を意味するラピス・ティブルティヌムに由来し、日本で使われているトラバーチンはその英語読みから来ている。滝の水力発電はローマに供給されている。 近郊の丘陵地帯は、オリーブ林、ブドウ園、果樹園に覆われている。最も重要な地元産業は、製紙産業である。ビッテデステから眺めた、テボリ新市街から見たビッラアドリアーナ古代から、皇帝、ハドリアノスや多くの貴族たちの別荘が作られてきた、ことからもわかるように、独特の優美さと神秘的で無双的なロマンス漂う、牧歌的な美しき地である。 緑豊かで穏やかな空気が流れており、タイムスリップしたかのような感覚を満喫することもできるため、ローマからの小旅行として旅行する人たちも多い。優れた芸術家たちが自身のコラージュ作品、写真作品、文章作品、絵画作品、映像作品、音楽作品などで、このティボリの地からインスピレーションを得たものを創作、表現し、発信してきている。 A24T ボリ駅 T ボリ駅、高速道路市域南西部で南北に走る A1 と東西に走る A24 が交差する A24 に T ボリ、レイビ口がある。国道、主要道路トレニタリアローマティボルティーナ駅を起点とするローマスルモーナペスカーラ線は市域南西部のバーニディティーボリ駅から北へグイドーニアモンテチェイリオに迂回し T ボリ駅を経て東へ向かう。 この路線のローマティーボリカンは、ラツヨ州の鉄道運行網、フロリダにである。詳細は、チボリを参照。ありがとうございます。